はい、えー、こんにちはレトスのおノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと1日となりました明日の24時を過ぎると値上げとなりますまた4月いっぱいで個別指導の募集を終了させていただく予定ですなのでその点もご了承いただければと思いますで試験日までまだ6ヶ月以上ありますんで 勉強の仕方を丸暗記学習から理解学習に変えていけばまだ今からでも十分合格は目指せますでもし丸暗記ばかりしていて解説を読んでも理解できていないという方はこのままでは合格するのは正直厳しいんですねなのでぜひ個別指導をご検討ください丸暗記学習では何年勉強しても合格するのって難しいんですよ勉強したら合格できる っていう資格じゃないんですねなので丸ル暗記だけで勉強している方は注意していただければと思います逆に理解学習をすれば1回で合格できる資格なんで今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導をご検討いただければと思います個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからご確認いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます AB 間で土地の売買契約をした 期日になっても買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため、売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでした。この場合、代金を支払わなかった A 買い主 A は離交地帯となる。丸かバツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはバツですね。A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務。 これは同時履行の関係になっています。つまり、飼い主 A は同時履行の公弁権があるため、履行期を経過しても履行地帯の責任は生じません。したがって罰なんですね。で、同時履行の公弁権、同時履行の関係、これどういったものか、これイメージするとすごく簡単なんですね。あなたがスーパーで商品を買うとします。その場合、お金を払って商品を受け取りますよね。 あなたがお金を払う行為とスーパーが商品を引き渡す行為っていうのは同時に行われますつまりあなたがお金を払わなければスーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですねこのスーパーの引き渡さない権利商品を引き渡さない権利を同時履行の抗弁権と言いますで今回の問題もこれと同様なんですね売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので 飼い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、飼い主 A は同時利口の公弁権を主張できる。したがって、利口地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって、遅れてますよねってならないんですよ。もし、売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか、別の理由がなければ、飼い主 A っていうのは利口地帯になりません。よって答えはツになるということです。で、問い2ですね。37条書面です。 貸主である宅地建物取引業者 A が借り主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合 A は37条書面を作成した上で借り主に交付しなければならない丸か罰かという問題ですねで答えはどうなっているか答えは罰ですね自ら賃貸する場合は宅建業法の適用ってありません つまり、貸主 A さんっていうのは、借り主に対して37条書面を交付する義務ってないんですね。宅券業者が売買や交換でえ契約の当事者である場合、例えば売り主だった場合ですよね。買い主だった場合もそうです。その場合は、相手方に対して37条書面を交付しなければいけません。売り主業者であれば、買い主に対して37条書面交付しなければいけないし、買い主業者であれば、売り主に対して37条書面を交付しなければならないということですね。 でも、宅建業者が貸借の当事者である場合、つまり貸主だったり、借り主だったりする場合ですね、今回の問題っていうのは貸主なんです。貸主っていうのは、相手方に対して、つまり借り主に対して、37条書面の交付義務ってないんですね。まあ、これは先ほど言った通り、自ら賃貸をする場合は、宅建業法の適用がないからなんですね。 貸主業者 A は借り主に対して37条書面を交付する義務はないので罰になるということです。これは重要ポイントなので必ず頭に入れておきましょう。で問い3ですねえ。農業者が自己所有の市街化区域外の農地に事故の居住用の住宅を建設するため転用する場合は農地法第4条1項の許可を受ける必要はない、丸るか罰かという問題です。え答えは 4、えー、条許可が必要なので×罰ですねえ自己所有の農地を農地以外に、えー、転用する場合え農地法4条の許可を受ける必要があります自宅建設が目的であったとしてもこれ例外ではないんですねであれこれ許可不要じゃないの例外じゃないのって思った方はもうこれ引っ掛け問題に引っかかってるんですねで個別指導では、えー、本問と何と引っ掛けているのか、まあ、その点まで解説しております きっちり対比して頭に入れていただければ、これは全然難しい問題ではありませんので、ちゃんと対比して覚えることが重要です。このように個別指導では、何と何とを対比して頭に入れていかないといけないのか、何を理解すべきなのか、そういったところまで解説をしているんですね。なので、実力をつけていただくことが可能なんですよ。単に、この動画の、ねえー、解説が分かっただけでは、えー、実力って上がってこないんですね。まあ、この問題だけ分かったというのではだめなんですよ。 何と引っ掛けているのかとか、試験を作る人はどういったところをポイントとして出題してくるのか、そういったところまでやっぱり分かってこないと点数って上がってきませんので、まあ、個別指導ではそういったところも解説しております。もし絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。で個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。 明日の24時を過ぎるとと値上げとなりますまた4月いっぱいで個別指導の募集を終了させていただく予定ですなのでその点もご了承いただければと思いますで試験日までまだ6ヶ月以上ありますんで勉強の仕方を丸暗記学習から理解学習に変えていけばまだ今からでも十分合格は目指せますでもし丸暗記ばかりしていて解説を読んでも理解できていないという方はこのままでは合格するのは正直厳しいんですね なのでぜひ個別指導をご検討ください丸暗記学習では何年勉強しても合格するのって難しいんですよ勉強したら合格できるっていう資格じゃないんですねなので丸暗記だけで勉強している方は注意していただければと思います逆に理解学習をすれば1回で合格できる資格なんで今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導をご検討いただければと思います 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認いただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました